はい、どうも、アンダーソンです。今日も始まりました、ヌルクラ。ヌルオタ中年マイクラ始末。この動画は、私、アンダーソンがですね、マインクラフトのサバイバルワールドでヌルークスローライフを送るという、そういう動画でございます。ですね、スローライフっていうのは、なんていうんですかね、現代的なね、日々、業務や時間に追われてっていう生活から抜け出してですね、ゆっくりとした時間を過ごすというそういう定義だと思うんですよ。おっさんの割によく知らないんですけどね、スローライフスローライフ言ってる割に。それはいいんですけど、ラグで遅いのは勘弁していただきたい。今ね、村にね、たくさん人がいる地域ってあるじゃないですか。この屋敷の中もそうですし、で、ね、クリスタルエンドシップもそうですし、で、前々回かな、ボンジュールさんのね、像を作ったことによって、あの地域もまた人が増えてきてるんですよ。そのせいでラグいんです。ええ、自分のせいです。申し訳ない。でもね、もうちょっとサーバーがね、まともに動いてくれたらって思うんですよね。ローカルでね、テストでほんの、なんでこんなにラグいんだろうと思って、ローカルでやってみたら、そんなでもないんでね。悲しいな。無料で使わせてもらってるので、これ以上文句を言うのはよそうと思います。で、今日の動画なんですけど、さっきねお話したボンジュールさんの隣ですよね。もともとね、隣にボンジュールさんの相方と言ってもいい存在である株式会社ドズルの社長さんであるドズルさんのね、像を作ろうということで考えていたんですが、効率的なね、ことを好むドズルさんに合わせて、ゼロティックパルサーをその中に置いてっていうことを考えていたんですが、さっきのサーバーの問題で、残念ながら置けないんですね。じゃあ、あのサイズで入る、置けそうな、効率重視の装置って何だろうと思った時に、一つ思いついたんですね。それを今から作ろうと思います。ついでにですね、それだけだと多分時間的にあれだと思うので、それ以外のものでね、ちょっと紹介したいものもあるので、ちょっとそのあたりいろいろやっていこうと思います。メインはドズさんの顔をね、立体で作るというそういう動画でございます。ぬるくら、はい、ここがドズルさんの像を作る予定地でございます。この画面右手ですね。あの屋根の上歩いてるやつ、あいつ何の役にも立たねえな。別にいいけど。どうなってんのかな？なんか片手だけで屋根に捕まってるように見えるけど。それはともかくですね。ボンサン像のドア脇っぱですね。ドア開けて閉めねえやつがいるっていうことですわ。ここのね、この後ろ、今僕の後ろですね。僕の後ろに見える、ここのスペースに、ドズルさんの像を作る予定です。で、さっきも言った通りね、ゼロテックパルサーが残念ながら動かないんで、ここにふさわしい効率的な装置、それを作ろうと思います。それは一体何かと言いますと、ええ、樽が見えますね。樽って何の職業ブロックかご存知ですよね。そしてこの中にですね、釣り竿、しかもね、驚いたことなんですけど、村の外にある休暇小屋みたいなところで釣りしてたんですね、普通に。そしたらですね、3冊ものあるエンチャント本が見つかったというか、釣り上げることができまして、で、ダイヤ装備とかに本来だったらしようと思ってたんですけど、あえて僕はそれを無駄遣いすることにしました。何に使ったかというと、これですね。そう、釣り竿に修繕のエンチャント、これ3つです。バカだろ。やった後に思いましたわ。とりあえずもったいねえなって思いながらね。あ、そうだ。このエンダーパール、僕、エンダーマンと戦ってません。外にいる守護神たちがエンダーマンを寄ってたかってボーったところを目撃しました。気の毒になと思って寄ってったら落ちてました。なんか
申し訳ないなと思いながらもらいました。で、修繕の釣り竿がここに置いてある。そして、持ち物ね、もうこれ見ただけで、分かる人には分かると思います。そうです、ここにですね、自動釣り機を作ろうと思いますよ。自動釣り機だとね、レッドストーンを使った機構は全く必要ない。それでいて、非常に効率的で便利な、ものなんで、まあ、自動釣り機を使うこと自体がね、結構、なんていうんですかね、コツのいるものじゃあるんですけどね。この矢とかゾン肉とかも落ちてたやつです。他何もしてないです。なんか、アイアンゴーレム様々ですね。今なんか閉じる音聞こえなかったな。うち6マスなんでね、この辺が中央なんで、この辺りに作ろうと思います。こう柵を立ててね。で、トラップドアを、これが邪魔だ。設置するんですね、周辺に。向きはこだわるまいよ。こだわらないよ。これ今思ったんですけど、どうせ釣りって主で釣れるのって魚じゃないですか。ここにかまどじゃねえや、燻製器置いた方がいいのかな。で、水入りバケツ。これ2つ持ってたよね。3つある。1個いらなかった。1個後で自分で使おう。ここにですね、バシャッと。ほい、バシャッと。これでバケツはちょっと、まとめて。で、この上にですね、間圧板を設置すると。はい。素晴らしい。これで出来上がりです。どういう仕組みか知らないけど、これで中に入れる。今どうなってんだ、俺。どうなってんの、これ。こっちか。ちょっとおもろいことになってますね、これ。何か金目のものはないかな。ないかな。面白いな、これ。こういう風になるんだ。知らんかったわ。で、実はちょっと困ったことがありまして、修繕って確か経験値をね、得て修繕していくはずなんですね。これだからこのまま使ったらまずいんじゃないかな。まずいんじゃないかな、言いつつ。取り出してるけど。違う、そうじゃない。なんかうまいこと狙ってたんだけどな。これでいいのかな？ダメだな。うまくいかないな。向こう側のドアが開かないといけないらしいんですね。これだとパカパカやるだけですよね。これはダメだな。こういうことなのかな。なんか違う気がするな。難しい。やっぱり予想通りあれですね、経験値が入らないから修繕がされないですね。これだとエンチャントの無駄遣いですね。経験値を得るためのトラップみたいなのを作った方がいいかもしれないですね。どうやんだ。あとでまたちょっとカズさんとかドズルさんとかの違うな。なんか境目を狙ってどうとかこうとか言ってたけど、
境目高いな。立つ位置とかいろいろなんかあるんでしょうね。難しい。またにしよう。ちょっとまたあのやり方とか調べていきますわ。では本題ですね。この上をですね、ドズーさんの像で固めていこうと思います。ぬるくら。はい、それではね、例の方眼紙にね、適当な形を書いて作った簡易的な設計図をもとにですね、ドズーさんの像を作っていこうと思います。で、材料なんですけど、カズさんとかね、ボンジュールさんと同じようにメインはこの見ての通り、尖れたサバンです。で、羊毛持ってきてないな。まあ、頭のところは仕上げなんで一番後でいいや。目と、髭ですね。そこはもう、このガラスでいこうと思います。眉毛も同じように、このガラスでいこうと思います。で、目は相変わらず黒の色付きガラスですね。で、頭の部分は羊毛なんで、後でまた取りに行きます。いっぱい準備してるんでね。いや。すごい賑やかになったな、この辺りも。ボンさんの、あれですね。ご利益ですね。ありがとうございます。こういう感じですね。じゃあ行きますよ。やっちゃうぜ。スギちゃんとかね、ヒロシとか僕大好きなんですよね。大好きなんですけど、あの人たちもうテレビにあまり出ないんですよね。出れないんじゃなくて出ないんだと思うんですよ。テレビよりも魅力的な仕事を見つけたらね、それはそっち行きますよ。世代的にね、テレビに育ててもらったっていう世代よりも一つ若い世代だと思うんで、で、こうして次はもう黒ガラスですね。落とさないようにしないと。ボンジュールサンドを作るときにね、カタンって音落としてね、思いっきり音が収録オフに入ってましたね。ちょっと恥ずかしかった。ちょっと正面から眺めてみますか。あそこ集まってんな。あそこでね、イチャコいてるんですね、あの人たち。で、ハートは出るんですけど、あの周辺にベッドがないんで増えないんです。なのでもう今後はね、そんなに効率的に増えなくてもいいんで、適当に増えてってくれりゃいいかなって感じですね。こっちが空いてる土地があるんで、そこにいくつか家を建てて、どなたかの、まあ誰をっていうのも考えてるんですけど、どなたかの顔を作ろうと思います。じゃあ今作ってる顔を見てみましょう。うん、いい感じなんじゃないですかね。向こう側が抜けてるんで、ガラスの向こうがちょっと、ガラスのところがなんかね透けてるだけに見えちゃうんであれなんですけど、周りをバッチリ囲めばね、多分いい感じになると思うんで、それじゃあちょっと黄色の羊毛を取っていきます。ちょっとやっていきますかね。
はここまでかな。ボンジュールさんの像と比べたらちょっとあの外の光を取り入れやすい感じになってますね。まあ両サイドは同じように固めちゃうんで同じようなもんだと思うんですけどね。前回ね、奥行きをちょっとミスってたんで改めて数えて問題なければまたこのまま続けて問題があるようであれば修正します。ミルクラ、はい、ちょっとしたトラブルのおかげで録画が止まってしまいました。こちらの話で恐縮ですが、そんなこともあるんですね。でかいハードディスク買うのにいかんです。ではですね、どんなものができたか、まあもうね、間で散々見てきましたけど、とりあえず完成形をご覧になってください。素晴らしいですね。もう散々言ってるドズル閣下の顔のモニュメントですね。しかも立体です。サイドはですねこういう感じでね、もしかしたら違うかもしれないんですけど、基本的にボンジュールさんのモニュメントと同じ形でやらせていただいています。どこかでね違うサイドこうじゃないっていう情報があったらまた直していこうかなというふうに思ってます。いや素晴らしいですね。ドズボンマインクラフトの実況が今から始まりそうな雰囲気じゃないですか。でガンガン攻めていくドズルさんとおっかなびっくりついてくるボンジュールさんっていうそういう印象じゃないでしょうか。でボンジュールさんの方はね村人増殖装置っていうほどでもないですけどね、あそこに人がいっぱい住めるようにしてて、こちらはドズルさんの方にはもうねお見せしました。今一使い方の分かってるのはこの無限追装置です。使い方調べなきゃな。ミルクラ、はい、というわけでね、この村に3つ目のモニュメント、2組目というべきですかね、のモニュメントが完成いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、まだこの他にもですね、モニュメントとして作りたい人、少なくとも5名いらっしゃるんで、その人たちをどこに建てるかっていうのも含めていろいろ考えていかないきゃなと思ってます。で、次回はですね、ちょっと前からですね、言ってるこの村の南側ですね、にある丘の下にね、妙な穴があるんで、そこをちょっと湧き潰ししていきたいと思います。どうもね、見たところ入り口が4つぐらいあるみたいなんですね。で、全部潰さなきゃいけないなと思ってるんで、なかなか時間かかるかもしれないんですけど、最初はね、浅い階層をガシガシもう湧き潰ししていって、最終的にはね、そこそこ深いところまで冒険があったら見に行けたらと思ってます。冒険の方はまたになるかな。とりあえず、最優先は湧き潰してね、洞窟の中で湧いたモンスターが陸上に湧いてくるのをまず防いで、でないと南側にいるねアイアンゴーレム軍団たちが減ってしまうんでね、人たちは陸地に湧いたやつらをしばいてくれればいいんで、多分ねちょっとして辺歩いたらあれですよ、クロスボードが旗とか手に入ると思うんで、ね、絶対やってるよあれ、怖えなあの人たち、絶対アイアンゴーレムに喧嘩打っちゃいけません、特に集団の場合は。それでは今日の動画はこれで終わると思います。ご視聴ありがとうございました。またね次の動画とかのね通知を見るためにぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ついでに高評価ボタンとかも押していただけたらありがたいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。どうも雪やるぐすありです。これ
とは違う洞窟に入っていってるみたいですね。絵面変わんなくね。次回、廃校を見つけちゃった。それでは皆さん、ごきげんよう。